毎度フローターパイロットのひろぼうです。今回は100均で作るトップウォーターシリーズ丸11番を2つ作りたいと思います。どちらもシャンプーハットタイプです。丸1番は200サーフェイスをお手本にして作りたいと思います。そして丸2番目はドアジャックの200エキスパートを作ってみたいと思います。それではひろぼう作ります。今回使うのは工作材料の B の9番、6ミリ厚さの板を使います。マテリアルは桐になってます。6ミリ厚を4枚重ねたいと思います。そして両端の2枚を1ミリ削って、5ミリ、6ミリ、6ミリ、5ミリの合計22ミリで作りたいと思います。今回お手本にするのはオールドヘドンウッド製の200番サーフェイスです。シャンプーハットモデルです。こういう感じです。そしてもう一つは通天や200番の前身モデルであるドアジャック200エキスパート、こちらの方は持ってないんですけども、写真が手元にあるので、それから想像で作ってみたいと思います。どちらも通天と同じようにシャンプーハット付きです。これらの商品で設計図を描きます。今回もオールドヘドンウッド製の200番サーフェイスをお手本に描いてみました。マーキングファイルもカットできました。これらの商品を使います。マーキングもできました。丸1番横から見たところを削ります。下にいらない木を引いてから革の手袋をして乗せて、ノコギリカッターでカットしていきます。カットできたので、カッター台で削っていきます。木工用サンドペーパーの80番で整えていきます。両端の2枚だけ1ミリ削りたいと思います。ホビーノギスを使います。5ミリにセットしてマスキングテープで動かないように固定します。80番で削っていきます。両面テープフィルム製を貼って合わせていきます。まだまだガタガタなので
80番で整えていきます。丸1番、横から見たところが削れました。こういう感じで5ミリ、6ミリ、6ミリ、5ミリになりました。トータル22ミリです。丸2番、上から見たところをこういう感じで削りたいと思います。左手に革の手袋をしてからカッター台で削っていきます。サンドペーパーの80番で整えていきます。こういう感じで上から見たところが削れました。丸3番、前から見たところを削ります。左手に革の手袋をしてカッター台で角を落として八角形にしていきます。こういう感じでだいたい八角形になったので、またサンドペーパーの80番で丸めていきます。こういう感じで粗削りが終わりました。わからなくならないように矢印を引いておきました。横から見たところ、前から見たところ、後ろから見たところ、上から見たところ、下から見たところです。次に丸2番、ドアジャックの200のエキスパートを作りたいと思います。こちらの方は持っていないんですけども、前々から作りたかったので作ってみます。家にある写真をもとにこういう感じで描いてみました。マーキングシートもできました。マーキングもできました。丸一番、横から見たところを先ほどの200のサーフェイスと同じ手順で作ります。こういう感じで丸1番、横から見たところが削れました。そしてこちらも5ミリ、6ミリ、6ミリ、5ミリの22ミリに削りました。丸2番、上から見たところをこういう感じで削ってみたいと思います。とりあえず上から見たところをこういう感じで削りました。次に丸3番、前から見たところを削ります。左手に革の手袋をしてからカッター台で八角形に削っていきます。次にサンドペーパーの80番で整えていきます。
丸2番ドアジャック200エキスパートがこういう感じで荒削り終わりました。横から見たところ、前から見たところ、後ろから見たところ、上から見たところ、下から見たところです。今回は丸1番200サーフェイスと丸2番ドアジャック200エキスパートの削り出しでした。次は中身を作ってみたいと思います。それでは今回はここまでです。ご視聴おきに。